ディーープブルーという映画がありますあの。僕結構好きなんですけどサメ映画なんですねサメが出てきて大暴れする映画でまああのー、映画なんですけどもバイオ技術で作られた巨大でおまけに賢いサメがなんかアルツハイマーの治療のために脳髄液をこう取られてそれをやられるとでそれを嫌がってかなんかサメが氾濫を起こしてですねに <laughs> <laughs> まあな賢いサメですからで人間 がいるそのなんだろうな海の基地みたいなところでの戦いが始まるとその基地みたいなところとサメだから映画的にどうやって撮るのかと思ったらその基地の中が半分水浸しになってサメがガンガン入ってくるんですねでサメがガンガン入ってきていろんな戦いになるというのなんですけどもやっぱあの 僕、すごい大好きなんですけども、あのー、その当時はですね、えー、ギャラさえ払えば、どんな映画にも出てくれるサミエル・ジャクソンという俳優がいるんですけど、<laughs> <laughs> このサミエル・ジャクソンの感動的な大演説と、その後のびっくりするようなオチがあってですね、もう本当に好きな映画なんですよね。モーガン・フリーマンとね、サミエル・ジャクソンってね、あの、黒人の名優はね、何でも出てくれるよう、ね、で金払えば。 あの、見てない人は本当に気軽に見れる映画なので、えー、どれぐらい気軽かというとですね、仕事しながら見て差し支えないぐらいです。えー、パソコン画面でもいいし、別にスマホでも構わない程度の映画ですけども、見れば面白いから見て、見ておいてください。